こんにちは、パワミです。本日はフォームスの複数回答データをパワー BI でデータ変換する方法について解説します。本日の流れです。はじめに前回解説したフォームスのアンケート結果を全自動で集計するイメージを振り返ります。その後、フォームスの複数回答データがある場合のテーブル設計を解説します。最後に解説したテーブル設計をもとに、パワークエリエディターでフォームスの複数回答データを変換する方法をデモします。フォームスで複数回答があるデータを解析したい場合、テーブル設計を少し工夫する必要があります。複数回答がある場合のフォームス分析に役立つと思うので、ぜひ最後まで見てください。このチャンネルでは、パワー BI、パワーアップス、パワーオートメイト等、パワープラットフォームの使い方を紹介していきます。もしよかったら、チャンネル登録もお願いします。Twitter、ブログでの情報発信もしています。まずはじめに、前回解説したフォームスのアンケート結果を全自動で集計する全体イメージを振り返ります。まずフォームスにアンケートの投稿があったら、それをトリガーにしてパワーオートメイトが実行されます。パワーオートメイトはフォームスで投稿された情報を取得し、これをシェアポイントリストに登録します。シェアポイントリストに登録されたフォームスの結果を集計するにはパワー BI を使います。パワー BI でシェアポイントリストのデータを取得し、レポートを作成してパワー BI サービスに発行しておけば、例えば毎日朝7時など指定した頻度で集計結果のレポートを自動更新できます。今回は前回の動画でシェアポイントリストに格納したデータをパワー BI に取り込みデータ変換する方法を解説します。パワーオートメイトの実装方法は前回の動画を参考にしてください。次にパワー BI でデータ変換した後のテーブル設計を説明します。元のシェアポイントリストに格納されているデータは上の表のようになっています。ID 列には回答ごとに重複のない番号が自動裁判されます。また質問ごとにクエスチョン1、クエスチョン2と列を作り、それぞれの質問に対応する列に回答データが格納されます。複数回答がある場合はカンマで区切られ、A、カンマ、B というように値が入っています。この元データをもとに、最終的に下の表のように2つのテーブルを作成します。1つ目は質問一覧テーブルで、クエスチョン列とクエスチョンを識別するための QID 列を持ちます。2つ目は質問回答対応表テーブルで、回答ごとの ID 列と QID 列、アンサー列を持ちます。この時、アンサー列には1レコードにつき1つの値を入れます。つまり、複数回答で A カンマ B とあった場合、データを縦に展開し、QID Q1 の回答 A と QID Q1 の回答 B と2つのレコードに分解します。このようにすべて1つのレコードに1つの質問と1つの回答データが入るようにデータを変換していきます。質問一覧と質問回答対応表のテーブルは QID 列で一対多のリレーションシップをします。リレーションシップについての詳細は以前の動画を参考にしてください。それでは実際に Power BI 画面で複数回答データを変換する方法を説明します。前回の動画でフォームスの回答結果を Power Automate を使って自動でシェアポイントリストに格納する方法を解説しました。今回は前回の動画で格納したシェアポイントリストからデータを取り込み、Power Query Editor で編集していきます。シェアポイントリストのデータ取得方法は
前回解説した通りです。データを取得から詳細を選択します。シェアポイントオンラインリストを選択し、接続をクリックします。サイト URL はシェアポイントサイトの URL、実装は 2.0、詳細設定オプションの表示モードは規定を選択し、OK をクリックします。対象のシェアポイントリストにチェックを入れ、データの変換をクリックすると、パワークエリエディターが開きます。このパワークエリエディターでデータの変換をしていきます。最初に複数回答を可にしているデータの大括弧とダブルコーテーションを値の置換で削除します。2つの質問列を選択し、ホームタブの値の置換をクリックします。検索する値にダブルコーテーションを入力して、置換後の値を空にして OK をクリックすると、ダブルコーテーションが削除されました。同様の操作で大括弧も削除していきます。大括弧とダブルコーテーションが削除されました。この質問内容の列名を行に持っていきたいため、列のピボットの解除をします。ID 列を選択し、変換タブから列のピボット解除、その他の列のピボット解除を選択します。その他の列のピボット解除は、選択している列以外の列を縦持ちのデータに変換してくれます。すると、属性列に質問内容、値に回答内容のデータが入ったテーブルになりました。属性列はクエスチョン、値列はアンサーに列名を変えておきます。次に質問一覧テーブルを先に作っておくため、一旦このクエリを複製します。クエリを右クリックして複製を選択します。クエリ名をクエスチョンリストに変更しておきます。ID 列とアンサー列は不要なのでデリートキーで削除します。これは質問リストとして使うテーブルなのでホームタブの行の削除、重複の削除で重複を削除します。質問3つだけが残りました。あとは列の追加タブからインデックス列1からを選択すると質問に1から順にインデックスが振られます。インデックスは QID に列名を変更しておきます。これで質問リストのテーブルはできました。各質問に1、2、3と ID が振られているので、もう一つの回答のデータがあるテーブルでは、この1、2、3の QID データを持てばよいです。それでは質問回答対応表のテーブルに戻ってデータの変換をします。ホームタブからクエリのマージを選択します。上側が現在の質問回答一覧、下側にマージする質問リストを選択します。結合するキーは今回クエスチョンになるので、クエスチョン列を選択します。結合の種類は左外部結合を選択し、OK をクリックします。クエリのマージについて詳しく知りたい方は、クエリのマージの解説動画があるので参考にしてください。マージしたクエスチョンリストテーブルを展開し、QID 列を選択します。元の列名をプレフィックスとして使用しますのチェックを外して OK をクリックします。質問の QID 列をマージできました。クエスチョンデータは不要になったので、列をデリートキーで削除します。
これで必要なデータ、回答ごとの ID、QID、回答内容が揃いました。ここからアンサー列の複数回答部分を縦方向に展開していきます。複数回答の場合、すべてカンマ区切りになっているため、ホームタブの列の分割、区切り記号による分割を選択します。コンマを選択し、詳細設定オプションで行を選択します。詳細設定オプションの分割の方向で行を選択すると、列方向ではなく行方向に分割することができます。OK をクリックしましょう。こんな感じで、一つのレコードにつき、一つの回答者 ID、質問、回答が入ったデータになりました。あとはデータ型の変換をしておきます。ID 列、QID 列は集計の必要がないため、テキスト型に変更しておきます。これでデータの変換は完了したので、ホームタブから閉じて適用をクリックします。モデルタブを開くと、すでに QID でリレーションシップがされているので、モデルはこれで OK です。レポートタブに戻り、レポートを作成してみます。このテーブル設計で、個々の質問について回答結果を見たい場合、例えば、スライサーで質問一覧を表示して見る方法か、各ビジュアルごとに表示する質問をフィルターで絞る方法があります。このような感じでレポートを作成しましたが、このテーブル設計には一つ問題があります。例えば、よく使うサービスでパワーアップスと回答した人が他の質問ではどのような回答をしたいのか見たい場合があると思います。今回のテーブル設計ではそういった表示はできません。こういったことをしたい場合、少しトリッキーな方法を取ることができます。データの変換からパワークエリエディターを開きます。この質問回答一覧のクエリを右クリックから参照し、同じテーブルをもう一つ作成します。先ほどの複製と参照の違いは、複製がクエリをそのままコピペしているのに対し、参照は元のクエリの結果、できたテーブルを参照しています。つまり、参照元のテーブルのクエリが変更された場合、参照先にも反映されます。これで再度閉じて適用をクリックします。モデルでは参照されたテーブルができて、リレーションシップも勝手にされていますが、このリレーションシップは右クリックで削除します。そして参照元のテーブルと ID 列でリレーションシップをします。クロスフィルターは双方向を選択して OK をクリックします。レポートタブに戻り、アンサーのスライサーのデータを参照したもう一つのテーブルのアンサーに置き換えます。フィルターでこのビジュアルの QID を2のものに絞ります。そうするとよく使うサービスで、例えばパワーアップスと回答した人が他の質問で何に回答したかが分かります。よく使うサービスについても同様で、パワーアップスと回答した人が他にどのようなサービスを使っているのかが分かりますね。このような感じで、Forms の回答結果を Power BI でレポート化することができました。本日はForms の複数回答データを Power Query Editor でデータ変換する方法について解説しました。Forms の複数回答の値を
質問列をそのままにして縦持ちのデータに変換してしまうと、複数の質問がある場合は指数関数的にレコード数が増えてしまうので注意してください。 Power BI ではテーブルの設計が非常に重要になります。複雑なデータを扱う場合は最初にどのようなテーブル設計にするのが適しているか検討しましょう。今後も Power Query Editor でのいろいろなデータの変換のテクニックについて紹介していきます。本日はありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。